エミール・アブダー・ハールデン、エミール・アブデル・ハルデンは、スイスの生科学者、生理学者、ドイツの科学的生科学の創始者と言われ、ドイツ自然科学、アカデミー・レオポルディーナの会長を務めた。彼の主な研究成果は1920年代には、すでに議論となっていたが、結局1990年代後半まで、否定されなかった。彼の誤解を招く研究成果が鉄像に基づいて、 いるのか、あるいは単純に科学的緻密性の欠如によるものなのかは未だ明らかになっていない。アブデル・ハルデンは1877年3月9日、スイスのザンクト・ガレン州、オーバーウツビルで生まれた。バーゼル大学で医学を学び、1902年に博士号を取得した。その後、エミール・フィッシャーの研究室に入り、フンボルト大学ベルリンに勤務した。 1911年、マルティンルター大学ハレビッテンベルクに移り、医学学校で生理学を教えた。1931年から1950年まで、ドイツ自然科学アカデミーレオポルディーナの会長を務めた。1936年には、ローマ教皇庁科学アカデミー会員となっている。第一次世界大戦の間、子供用の病院を設立し、 スイスの栄養失調時の根絶に努めた。その後生理科学の研究を再開し、代謝学と食品科学の研究を始めた。第二次世界大戦後、スイスに戻り、中立ヒ大学で職を得た。その後73歳で亡くなった。小惑星15,262アブダーハルデンは、彼の名にちなんで命名された。アブデルハルデンの乾燥ピストルアブデルハルデンは、 血液による妊娠検査尿中の出疹検査、劣性遺伝の状態であるアブデルハルデン、カウフマン・リグナック症候群等で知られている。彼は、タンパク質、ポリペプチド、酵素の分析で広範囲にわたる業績を残している。彼のアブウエア発行の理論は、免疫学的挑戦がプロテアーゼの蘇生を促すことを述べている。これは、 多くのヨーロッパの協力者によって証明されたようではあるが、海外では理論の検証は失敗した。妊娠検査は発表後数年で信頼できないことが決定的となった。1912年後半、アブデル・ハルデンの防御的発行反応試験は、シュトゥットガルトの精神科医、アウグスト・ファウザーによって他の精神障害による総発性認知症や精神障害を起因としない、 創発性認知症の鑑別診断に応用された。ファウザーの奇跡的な成功はすぐにドイツや特にアメリカ合衆国の研究者によって再現された。しかしながら世界規模での広報にもかかわらず、この精神障害者への血液検査は数年でアブデルハルデン・ファウザー反応が信用できないものであるとの認識を引き起こし、 ほんのわずかのアメリカの精神医学研究者がそれを信じ続けるだけという事態となった。1920年にはこの試験はアメリカではすっかり忘れられていたが、アブデルハルデンはドイツでは評価され続けた。なぜなら、ドイツの共同研究者たちは単純に成功するまで試験を繰り返したり、あるいは否定的な結果を除外したりすることで、彼の試験結果の再現をマネジメントしたからである。 彼はドイツの科学的性科学の創始者と見られたため、彼の仕事に疑問を呈することはその人のキャリアに傷をつける可能性があった。例えば、レオノール・ミカエリスは1910年代半ばには気づいていたが、1922年日本の名古屋大学に移ったため、海外の科学の世界での成功のために国を離れ、新しいキャリアに着手したと考えられ、彼の評価は失墜した。 オット・ウェスト・ファールは、後年、アブデル・ハルデンの、アブウェア発行試験を、最初から最後までデツゾと呼んだ。ヨーゼフ・メンゲレ1956年撮影、アブデル・ハルデンの研究は、イデオロギー的に極めて偏っていた。彼の理論は、オトマー・フォン・フェアシューアーとヨーゼフ・メンゲレによる、アーリア人とヒアーリア人を分ける、血液検査を開発するための人体実験に、使われた。 アブデル・ハルデン自身は、この研究には参加しなかったが、状況は、彼が会長を務めていたドイツ自然科学、アカデミー・レオポルギーナが、ナチスドイツへのごますりで、ユダヤ人会員を粛清したり入れ替えたりして、イデオロギー的な合理化に尽力したことを示唆している。メンゲレは公式には、カイザー・ビルヘルム研究所の別の研究プロジェクトで、アウシュビッツ収容所の医師として勤務していた。 アブデルハルデンは彼の名が付けられたアブデルハルデン反応を一覧性ソーセージでチェックするために双子の血液を必要とし1940年フェアシュアーを訪ねた彼はそこで免疫系の特定の反応はそれぞれ特定のプロテアーゼの酸性により刺激を受けることを主張した血液中でこのような酵素彼はそれを防御的酵素と呼んだ を検出できるのだから、血液検査で、精神疾患あるいはん等の疾患の検出が可能でなければならない。彼はまた、組織と血液のタンパク質に、民族的特徴が含まれていると信じていた。これらの提案は、フェアシューアーにより取り上げられ、特定のホワイトタイプボディ消化のための研究プロジェクトで開発が進められた。彼は明らかにその研究から、 人類の決意のための血液検査が開発されることを望んでいた。そのプロジェクトに出資していたドイツ研究振興協会でのカイザー・アビル・ヘルム研究所の中間報告でフェアシューアーは彼のアシスタントメンゲレ医師がアウシュビッツ収容所の医師として役職についていることを説明した。新英体全国指導者の許可を得てこの強制収容所で様々な人種の 人類学的研究を行い、その処理のために、血液サンプルを私の研究室に送った。また、生科学者、ギュンテル・ヒルマンもこのプロジェクトに参画しており、アドルフ・ブーテナントの下で、カイザー・ビル・ヘルム製科学研究所による、タンパク質研究の専門家としての地位を築いた。アブデル・ハルデンの理論は1910年代半ばには、早くも部分的に否定されていたにもかかわらず、 彼はドイツ科学界の一部では父親像を演じ続け、1998年のドイツの科学史やウーテ大肥満と生物学者ベンノ・ミューラー・ヒルによる痛烈な評論によって初めてその否定の全体像が明らかとなった。しかしながら、アブデル・ハルデンの時代には遺伝学の科学は存在しなかった。大肥満とミューラー・ヒルによる理論とアブデル・ハルデンの理論の決定的な違いは、 架空のアブウエア発行はプロテアーゼであると推定されたのに対し、前者は抗体の効果であるという点である。その違いは生化学と免疫学において大きな意味を持っている。アブデルハルデンは単純に大きく間違っていたのか、あるいは継続的に意図された不正行為なのかに関する包括的な分析は、ミカエル・カーシュの2000年の著作で試みられているが、その答えは、 未だ明らかになっていない。ありがとうございます。